いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして島田でございます。そして時々小林です。よろしくお願いいたします。新しいな、時々小林です。いいですね。さあ、この配信はですね、はい、もう島田さん大活躍なんですけれども、まずこの商品自体がですね、小林さんが個人で本気買いしたという、はい、商品。これ、素材が例の。昨日届きました。はい。昨日届いたね。はい。はい。まだ、給料天引きにはなってまだ使ってないんだね、はい。じゃあ、まだ使えてないそうですけども、なんて素材かというと、クバンリム。はい。イタリアリモンタ社のクバンリムという素材ですね。はい、うん、これ何でできてるんですか？これは、はい。表面に出ている部分っていうのは、うん、コットンとリネン、ポリエステルも一部含まれてるんです。まあ、ほとんどコットンとリネンの混紡紙です。うん、不白なの？不白です、はい。不白なんですが、はい、2枚の生地を圧着して、うんうん、真ん中に PVC のフォームが入っているんですけども。見えないところにね。はい。はい、PVC を両面からコットンリネンの混紡紙で挟んでいるっていうような生地感ですね。うん、そうするとどういう風になるの？もう本当に生地2枚分使っているので、はい、もともと薄手の生地なんですけれども、しっかり自立する。そうなんです。はい。あとは、えらい、うん、PVC が間に入ってるっていうことで、うん、水の浸透が心配がいらないという、はい、あ、そうなの？ことなんです。あ、じゃあ撥水のものではもちろんないけれども、はい、でも撥水効果も取れてます。取れてる、はい、あ、そうなんだ。じゃあこうちょっと明るい色とか暗い色もともにやっぱりこうなんかちょっとシミっぽくなっちゃったりとかするのは嫌だったりしますもんね。はい、はい、なるほど。で色はこちらがブラックでいいですね。ブラックです、はい。中もブラック。で、中に、このね、使われて、ここは彼ら？そうです、彼らです、ね。彼らの素材が使われていて、はい、そこが、グリーンで、で、ここの周りは、ブルー系の、バインダーテープが。はい、テープが使われます。ポケットはね、長く一箇所、ある感じです、はい。中に、軽いね、とにかく。軽い。小林さん、これ何入れようと思って、選んだんですか？いや、毎日通勤するのに、はい、とにかくこれを使いたくて、はい、あとで整理収納アドバイザーがアドバイスしてくれると思うんですけれどもマジックライトのポーチを入れてもう妄想しずっとし続けて妄想し続けてます最近妄想好きだよねそうなんですよなんかその前何日曜日の DCU を見ていたら、うん、ドラマ嶋佐阿部さんの、うん、終わっちゃったんですけど、うん、最終回で、はいはいはい、夢に阿部寛さんが出てきた見えない私もう急なんか助けてもらっちゃったりして水難事故にあったそうなんか助けて阿部寛さんが来てもなんて私ラッキーなんだろうっていう夢を見ましたすいませんもうさ本当に普通に普通のおばちゃんだねもう本当に普通のおばさんいやいい夢よそういい夢それは、ね、朝すごい楽しくなっちゃってちょっとなんかドキドキドキするんだよねそう思ってなんかニヤニヤが止まらないってこういうことなんだなって思いました大事もうね、はい、このご時世ちょっとねそう夢で幸せを得るっていい、はい、大事もちろん選んでるはこっちでしょはい、はい、これは色としてお客様が指名される時には何て言うんですかナチュラルナチュラルではい、はい、ということでこんな、素晴らしいアイテム等と32センチのものにでは整理収納アドバイザーどのようなものが組み合わせとして、はい妄想できるのかお願いいたしま す。妄想じゃない現実だこれ。はい、お願いします、はい。整理収納アドバイザーの島田でございます。ということで今ご紹介いただいたこの素晴らしい新作のクバンリムのトートバッグなんですけれども、中身が見えてしまうなっていうことが心配なお客様結構いらっしゃると思うんですね。うん、で今シーズン実はまたリリースさせていただいたマジックライトの3個ポーチセットなんですけれども、はい、まあ、このように黒黒で合わせていただいても素敵なんですけど、なんと今シーズンですね、前後銅板を配色にさせていただきました。ね、はい、これ3つともそうなんですけども、真ん中のサイズもこのように。うん、もちろんこれ内装もこれダブルフェイスで表裏がもともとこの黒とブルーのコンビネーションになっているので、瀬戸側の内側は黒というこういう仕上がりになっているんですが、これでぜひオープントートの
この見えてしまう問題を解消していただけるんじゃないかというふうに思います。はいはい、私はちょっとこう、ベーシックが好きな人間なので、黒のポーチを合わせてみようと思うんですけど、いいですね、やっぱりこのファスナーテープとこの引き手部分が黒になりますので、上から覗いたときに、このような見え感になります。はい、ここのテープ色と、引き手の部分ですね。これがやっぱり外のカラーとマッチすることで、すごくスッキリした中身の見え方になりますし、うん、あとはこのブルー系の、バインダーテープに、このセレステのカラーがすごくマッチするんじゃないかなということで、おすすめの収納でございます。はい。はい。このポーチセットは今シーズン4色、はい、展開をしておりまして、はい、これもオンライン出てましたっけ？出ております。出ております。はい。はい、これ、そうですね。で、スポーツも買いました、今シーズン。新しいもの。皆さん。この配色で？はい。何を買ったかは、ちょっと覚えてないんですけど。カーキですかね。何を買ってました？もう黒も。あ、黒。黒。買いすぎて。大丈夫？もう最近自分のしてることがよくわからない。阿部ちゃんの夢ばっか見てるからよ。危険。本当危険、私。いやでも本当にあのこのねピタッとポーチを合わせるのって私ほら幕開けの茂田さんの第1弾を届いてこの間インスタにも上げさせていただきましたけれども、はい、このねインスタの写真撮るときに楽しかった、あの上こう並べてちょっとこうまあちょっと自分の家が見あんまり見えちゃうの目だからこう結構難しかったけど、はい、なんかこうね綺麗に並ぶところをなんとか見てもらいたいなと思って、はい、いいですよね、なんかうんとか思いながらやりましたよ、うん、何もくもくとやってるんですかあの、ねはい、ポーチが4色展開なので、ええ、私だったらこの色はこっちのバッグがおすすめだなというのを今あ教えてやっていたんですけども、こちらがカーキラベンダーの配色の、マジックライトのポーチなんですけど、はい、これも黒との相性がすごくいいんじゃないかなということで、うん、なんか一番大きいのは上がちょっと出ちゃうんですけど、うんはい、あえてなんかあのカタログを担当してくださってる谷藤さんっていうスタイリストの方は、小さいバッグにあえてこのポーチをすごい上大きく出したりして、そんななんか使い方も楽しんでくる、なんか配色が可愛いから、うん、あの横長のボストンにあえて口を開いてこれを入れてくださったりとか、すごいおしゃれを楽しむ方っていろんなことが楽しめるんだなと思って、そうですね、はい、なんかこう概念にとらわれなくていいんだね、サイズが合わないとかそんなことじゃなくてちょっと出ちゃったっていいじゃないかっていう、その時に出た色がどんな感じっていうのが個性なんでしょうね、はい、これに入れると多分上が出ちゃうと思うんですけど、はい、こんな風にちょっと上をねあえて出して持ってらしたりするんですよ、はいはい、面白い、色が可愛い、だから閉じたりですね、ここがいいんじゃないですかね、はい、その裏はなんか中に入れちゃう、スッと手前側にね、蓋をね、はい、そういうことねそうですねそうこういう時のね島田さんの顔を見てもらいたい、常にワイプで抜いてもらいたいちょっと出るだけで可愛いっていうので、うん、結構こうピンクを出したりとか、はい、あのネイビーのバッグにピンクを出したりとか、あそんな風に、うん、あネイビー可愛いかも、今ネイビー来るから待っててね島田さんね、島田さんの、はい、じゃあカラーセンスを試してみよう、ありがとうございます長くなるからまた配信が一番禁じられている禁じられている、これはでもやっぱり内側同じ色じゃない、はい、ネイビーにトープピンクということで、はい、まさに迷いなくベストマッチですね、いけた、カレーラとマジックライトの色がこのように合いますし、このピンクもね、ちょっと出して、かわいいですね、蓋をこっちこっちです、ごめんなさいそう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 、なんかちょっと出てもかわいいよっていうコーディネートをね、はい、はい、なあいいね、飛び出して、うん、いい見せていただくというね、はい、飛び出す、うん、素敵、はい、新しい、ありがとうございます、はい、よかった自分で選ぶとちょっとねドキドキしましたね、はい、さてこのナチュラルの方なんですけれども、はい、あまだ終わらないんですね、何でも合いますよね、はい、でもやっぱり私は、はい、こうトープローザ、これが一番ベストマッチなんじゃないかなと思いまして、内装も彼らのこれシエナを使っているので、安心ですね、はい、このような見え感に
なりますね。なんかすごく知的な感じの仕上がりになるんじゃないかなと。はい、トープとローザですね。はい。はい、ですね。これはまだでしたね。セレステマロンというこれ、幕開けさんでも販売させていただいたカラーですね。はい、これはどっちでもいけますよね。稲垣さんはどうでしょう。あ、来た。セレステマロンはこれ万能的じゃないですかね。そうですね。黒になんかセレステ黒かな、そっちに。セレステって何にでも合うんですよね。うん、だってブラックのこのマジックライトの裏側セレステブラック、そうですね。リブロセレステがあるぐらいです、うん。はい。可愛い。そっちに入れたい感じ。そうします。黒に合わせていただくと、はいはい。セレステ、あ、綺麗ですね。でマロンの方が見えるとこのような、はい、あ、落ち着いた感じに。島田さんの幕開け第2弾あるんですか。はい、今ありがとうございます。今どのタイミングで言おうかとあ、本当に、はい、いいものができちゃいそうなんですけど、まだかなりこ う、はい、バック自体教えないですよ。もうそれも分かんない、はい、まだ教えてくれない。言っちゃダメだよ。危ない。今いい感じですね。今危ない。わかりました。でも、幕開けになんないと。そうか。そうだね。楽しみ。はい。何震えてるの？いや、ちょっとだけ今言ってもいいんじゃないかと思ったんですけど、ダメです。あ、わかりました。楽しみにお待ちください。もう本当に素晴らしいものができそうなので、はい、こうご期待いただいて、はい、そしてまだ私2級しか取得してないので、早く、そうですね、今年の目標は、うん、準一級、一級まで整理収納アドバイザーを極める、そこまで資格を取得するっていう目標を立てたんですが、これからです。そうですね。意欲は発表の場なんです。そうなんです。はい、本当に自宅で実践をしていて、今、脱衣所の、こう、鏡がある、なんていうんですか、下に引き出しがついて、そうです。洗面台？洗面台ですね。洗面台の下の引き出しをすごく整理整頓して、子供たちの、肌着、靴下、パンツのコーナーにしたんですけれども、うん、子供ってすごいですね。箱を与えたら、うん、ちゃんとその大きさに収まるように、下着をくるくるくるっとまとめて、上から見て綺麗に見えるように色順になる。特に教えたわけではないんですけども、楽しんでね、すごく学ぶことが、だから私もこう、資格の取得ももちろん目標なんですけど、そういうね、生活であったり仕事の中で、お客様にご提案できるようなことを日常の中から学んでいけたらなと思って、子供から学ばせていただいた整理収納術というところで、ぜひ幕開けの第2弾もご期待いただきながら、今日ご紹介させていただいたクバンリムの32センチオープントートの収納、こちらもお楽しみいただければと思います。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。